大金を狙って私は美鈴をドライブに誘い出した。最初は露骨に嫌な顔をした彼女も最後には渋々承知してくれた。仲いいじゃん。彼女もまた疲れていたのだろう。川にも出ている。だから私の運転で家までさっさと帰りたい気持ちもあったのかもしれない。なるほどな。お久しぶり。最初はお互い無言が続いた。最近流行のファッションとか食べ物のお店の話とか、そんな分かりやすいガールズトークも口にはできないでいた。田舎の夜道、車窓から眺める景色がこれといった変化もなく、面白みもない。カーラジオをつける気にもならなかった。はるかさんの件、あれから何か新しく鑑識の方で出た。重い沈黙に耐えられず私が口を開いた。今日はこぼしげしないジュースの。結局職場での共通の話題となるとそれくらいだ。みつずはただ首を横に振る。今さら何も出るわけないことはお互い分かっていた。そっちこそ死亡者の周辺洗ってるんでしょ。何か殺されるか死ぬような死ぬかするような理由出なかったの。それを彼女が聞いてくるのも少し意外だ。知っての通り事件性はなし。本当に何一つ人間関係のトラブルも一切何もなし。そもそも恨みを買うような人でもなかったのよ、はるかさんは。ミスは何も答えない。中学時代からの指令だろうが、バーン。問い詰めを。はるかさんは金遣いや生活にだらしないところは少しあったけど、基本的には真面目で学業もおろそかにしていない。短大を出ていながら4年生の大学に通うくらいだ。真面目なのは確かなのだろう。親しい人間関係はなし。バイト先でもやはり悪い評判はほぼ耳にしなかった。親しくなったものは全て死んでしまったのだ。だからぼんやりとした噂しか残らないのも当然か。唯一の問題とも言える経歴や年齢の詐称は、彼女の過去を思えば理解もできる。違う人生を歩みたいと思ったのだろう。しばらくの沈黙の後、やっとみつつも口を開いた。捜査一課でも同じ報告をしてたわ。とんだ二度手まれ。これでもう完璧にこの山は事件性なしってことでいいんじゃないの。調べるだけ無駄よ。そう言ってみつつは強引に締めにかかる。捜査員の独断で幕を引いていいような事件でもないけど。あ、落ちます。お疲れ様。ええ、事件性なし。そう、結論付けたいからこそ教えてほしいの。何をよ。私は車道の脇に車を止めた。なんでこんな外で。絶対なんか出るじゃん、こんなん。でも意外と明るい。ライトとかないのに。夜の暗闇の中、前方から二人の男が歩いてくるのをヘッドライトが照らす。風森さんと黒田課長だ。なんだ誘拐でもされんのか。みすずは露骨に嫌な顔をし、舌打ちをする。何のつもり？最初からそれ目的で私を誘い出したってこと？もしかして三人がかりで私に何かしようって魂胆？そうだよ。そうじゃないわ。そうじゃないです。警察官が警察官相手におかしなことするわけないでしょ。私はみつずから話を聞きたいだけ。何？つまり私に尋問か何かを？そこのゴリラ男とタヌキ親父で暴力にでも訴えるつもり。そんなことするわけ？てかここあれか？はるかさんが亡くなった現場かこれ。ねえ、水瀬はるかさんの。遺体があったとこ？相変わらずひどい口の聞き方だ。そうするわけじゃない。するわけじゃない。悪いね。調書を取るには記録するものがいねえとな。それに、一対一では一対言わないの。見つかけ論にもなりますからね。証人もいないとね。外でやんの？それって正式な手続きの調書じゃないわよね。あなたたち、それがどういうことかわかってる？まず、刑事告訴違反？刑事処法違反だし、法的根拠もないわよ。もう難しい言葉言わない。ええ、だからこれは話し合いでお願いなの。教えてほしいの。みすずとはるかさんとの関係を。どうして私にそれを聞くの？知るわけないでしょ、そんなの。ただでさえ不機嫌なみすずの顔が、ますます険しくなる。訴訟。だね。一応一通りの調べはついてるの。今更そこをとぼけるのはなしにして。お前の過去知ってるぞ。真相を話して。疑ってるの。あなたを。心配なの。真相を話して。心配なのだ。刑事訴訟法。私ね、みすずが心配なの。心配？なぜ？全然意味がわかんないわ。私見たのよ。はるかさんに黒いもやのようなものが。
一瞬美鈴がギクッとする。あ、登録ありがとう。こんばんは。そしてそれと同じものが美鈴にも見えたわ。私が遥かみたいに死ぬって言いたいの？ククッと美鈴は小さく笑い、そして冗談じゃないわ。私まであいつらに殺されてたまるもんですか。あいつら。突如美鈴は私をトンと突き飛ばした。クッ、冗談じゃないわ。あいつらは約束を破ってるじゃない。なんで、なんで遥が死ななきゃいけないのよ。約束って何？おい美鈴ちゃん、何しやがんだこら。静止する風森さんたちも払いのけ、美鈴は車に乗り込んだ。おい死ぬぞ、助けようとしてんのに。私の車。おい待て、置いてけぼりにする気か。なんでこんな状況にしたんだ。さっきみんなで計画してたんじゃねえのかよ。逃げられないようにみたいなこと言ってなかったか。バリクソ逃げられとるけど。どんな雑な作戦立てたんだ。じゃ外で話すこと自体おかしいだろ。土砂を上げて急発進し、勝手に私の車でミスズがここから去っていく。車つけ、鍵つけてたの？しかもなんかいろいろガバガバなんですけど、鍵、鍵取っとけよ。風森さんたちの車で追いかけましょう。そう言って振り向いた瞬間、私の車が。おい、何もねえところで事故りやがったぞ。おいミスズちゃん、信じられない。つい今の今まで話していたミスズが、助けなきゃ。慌てて私たちが車に駆け寄った。その途端、爆発。なんだ。車から激しく黒煙が。いや違う。何？また？なんでこんな場所で話したんだ。あの黒いもやだ。もやの中からあの不気味なうなり声が響いて、俺タイミングバッチリじゃなかった今。始まりから終わりまで完璧じゃなかった。偶然。何がどうなっているの？凄まじく噴出した黒いもやが、もはや完全に私たちの視界を遮っていた。車返せ！風森くん、北条くん、おいおさん、どこにいんだ？ダメだ、何も見えない。ミスズは、ミスズは一体？これ誰の声？ミスズさんの声これ。ひときわ激しく、あのうなり声が響いた。今のどっちの声ですか？両方。探るな、禁忌を犯すな。言葉にすらなっていないうなり声なのに、まるでそれはこう呼びかけてるようだった。あれかな、中学時代に、あれじゃない、ミスズちゃんとミスズさんと、はるかさんでなんかしたんじゃないの？こっくりさんみたいな。で、そのせいでみんな死んじゃったみたいな。違う？探るって、禁忌って何よ？だから、この女はもらっていく。だが、まだ足りない。何が足りないっていうのよ？そもそも何者かは知らないけど、もうどれだけの人が死んでると思ってるの？何者？そう、こんなものが、そもそも人間であるはずもない。誰だよ。見るな、聞くな、探るな。鼓膜が破れそうなほどの凄まじいうめき声が響く。視界を覆う黒のもやは、あの心霊写真にあった不気味な顔と同じものが、幾多となく、中でうごめいていた。足りない。だからよこせ。ぐひゃー、これ黒田課長の声。みんな死ぬ？風森さん？課長？叫び声の最後に二人の気配が消えた。そして、ゾゾゾゾゾッと。何か別の気配が、人間のものでない気配が、私に這い寄る。そんな。え？ドクン。心臓が高鳴り、私は何かが私の体の中で、ブチブチと音を立てながら、潜り込んでくるのを感じた。私は、ここで、これで。ドクン。私の最後の心音が、一泊なり終える。え？ゲームオーバー？なんで？え？
洗濯間違えた？なんかあった？洗濯肢なんかあった？エンドナンバー14。心配なの。死んだけど、どこで分岐した？あれ？成功したよね、あれ。待って待って、セーブしてない、今回。死因選択。死んじゃったけど。ちょ、待って、訪れしてるから。一回ちょっと画面再起動するね。なんで？どこで何間違えた、俺。最後の選択あったっけ、なんか。待って。ブラインドマンじゃなくて、収縮。で。ああ、これか。そっかそっか、あったね、あったね。あった。あったな、選択肢あったな。忘れていたわ。すげえ忘れてたわ。疑ってる、真相を話して、上にしてみようか、じゃあ。心配しちゃダメなの？一番いい言葉選んだつもりだけど。疑ってるの。疑ってるのやってみるか。まあ、これで死んだらまたエンド回収できるし。私は疑ってるのよ、あなたのこと。突然の出来事で忘れちゃったよね。まさか死ぬと思わないもんだって。呆れた。私に関して何か探っていたの。私は関係ないよ。まさか殺人の容疑とか考えてるの。バカバカしい。あるわけないでしょ。いくら私が科学捜査の知識があるからって、鑑識で特定できないような殺し方を私にできるとでも？いいえ、あなたが犯人とも思ってないし、誰が犯人だとも思ってない。私たちはただ、この不可解な連鎖の謎を知りたいの。お、それを私に聞いて解けるとでも思ってるの？全然意味がわからないわ。おー、来たぞ。なんか BGM 変わってない？かっこよくなってる、さらに。待って、もうわかってるの。とぼけないで。ここ使いたいけどな。とぼけないで。よし、死なせんぞ。とぼけないで。そうまでして、なぜ過去に遥さんとのつながりがあったことを否定するの？つながりといったって、せいぜい同じ学校に通ってたくらいだよ。しょ？くらいよ。それで調べられて追及されるようなこと。確かに私がつかめた事実は、彼女が遥さんと中高を通して同級生だった点のみ。それ以上のことを知らないからこそ、彼女から話を聞きたいのに、こうもすっとぼけられてはどうにもならない。で、それで結局私が遥となんだって？高校同級生だというだけの話で、何がどうしたっていうの？何がどうしたかを、それを知りたいの。来い、右に。あー、動かない。ラスボス。さすがにミソザ相手にはやりづらい。彼女は私の手の内をある程度心得ているのだから。確かに中学からの同級生同士を。それで何がわかるっていうの？わかるさ。なんで死なない、なんで死んでないの？なんで死んでないの？だからなんでミスズは死んでないの？それはミスズはそこで言葉を詰まらせた。彼女だってハルカさんと一緒にいたのなら、大量死を見つめてきたはずだ。そもそも彼女がどうして死なずに済んだのか、オカルトめいてると思う。でも統計学的に考えても、この数は異常で、そして条件だって合致してるわ。ねえ、なぜハルカさんと中学高校を通じて同級だったあなたが今でも生きているの？そんなの私だってわかるわけないでしょ。お、よし、いいぞ。ともかく水瀬はるかと同級生なのは認めるわ。だからって言って彼女に関してそれ以上話すことだって何もないわ。うるさい。そうね、嘘をおっしゃい。なんかあるか。嘘をおっしゃい。あら、変ね。何、なんかあったっけ他に。あら、変ね。何もない、何も知らないなら、どうして知らないふりをしようとしたのかしら。それは面倒くさいからよ。いちいち過去を探られたっていい気はしないし。私のわざとらしい口調にみすずが少し動揺していた。お、いいのか。合理的ではあっても理論的、論理的ではないわ。そもそもみすずははるかさんの死に動揺もしてたわよね。事件現場での彼女の様子を思い出す。さすがに知らないふりはできなかったのだろう。よく見てたわね。確かにそうよ。よし、はい、ちょろーい。甘ーい。はるかとは7年も会ってなかったし、昔はもっと地味な子だったのよ。
最初は分からなかったわ。女子大生だと聞いて単に同姓同名だと思ったけど、ため息交じりで美鈴は遠い目をする。いいぞー。ま、25歳で女子大生とは思われんわな。陰性にも見えねえし。いいからあなたは黙って。私だってショックだったのは間違いないわ。きっとだから認めたくなかったのよ。なんだろう、それだ、友達だった、理由にならない、おかしいね。友達になった？わからん、友達じゃないのかな。つまりみすゞも彼女の友達だったのね。知り合いよ。死を認めたくない知り合い、死に動揺を隠せない知り合い、それはもう友人と考えていいんじゃないかな。しばらく沈黙し、みすゞも吐き捨てる。嫌な誘導するわね。ええ、だったらそう考えてもらってもいいわ。それはみすゞの本音かもしれない。やったぜ、下がれ風森。認めたくないからといって知らんぷりをしたところで何が変わるわけでもないけど。これもう楽勝じゃん、やったじゃん、負けることないじゃん。確かにそうよ、はるかは友達だったわ、中学からの。だけどそれっきりよ、こう家も途絶えてたし、高校からは口だってろくに聞いてない。それははるかさんの周囲で人が死に始めたことと関係あるのかしら。あ、みすゞは答えない。いいぞ。彼女のせい、誰のせい、不思議な話。彼女のせいなの、わからん、マイナスなりそう。やっぱりそれは彼女のせいで。そんなわけないじゃない、そんなオカルトあなた信じるの、彼女が死神だとでも。いえ、そんなことは。オカルトじゃないなら何、動機も狂気も根拠もなく殺人をしたとでも、それが警察の言うこと。ごめんなさい。確かに今のは失言だった。しかしここまでミスズが結婚する理由も少しわからないですよね。くそー、一番わからないのはどうしてそれで遥かさんが死んだからなの。謝らせられた。くそー、屈辱。それは私だってわからないわ。そもそも死ぬはずがないのよ、はるかが。何？あ、仕事お疲れ。誰が死ねば死ぬ理由を。私もそう思う。わからん、誰が死ねば。はるかさんが死ぬはずじゃないって、じゃあ他の誰が死ねばよかったの。誰が死んだってよくはないでしょ。それは確かにそうだけど、呆れてものも言えないわ。あなたそれでも本当に警察官？誰かが死んでも言い訳ないでしょ。たとえそれがどれだけ大悪党であれ、クズであれ、私たちは全力で守るの分かる。え、そうね、ごめんなさい。また謝らされた。なんでだ、失言が過ぎたというか、発言に考えが足りなさすぎて分かんないもんだって。あの一文だけじゃ分かんないよ。もう、仮に彼女が厄災の中心だとしても、その彼女が死ぬのはおかしいし、彼女と友達だったミスズが生きてるのもおかしいわ。また謝ったじゃん。教えて、一体過去に何があったの。それをどうして話さなくちゃならないの。もう、くそー、やましいことでも私も無関係じゃない。犠牲者を出したくない、私も無関係じゃない。最後の勇気を振り絞って、私もこの呪いがなんだか、呪いだかなんだかに関してはもう無関係じゃないのよ。だから本当のことが知りたいの。私もきっとどこかで呪いを受けていて、だからあのモヤや幽霊を前にすることができた。そのきっかけがはるかさんかもしれないし、そうでないかもしれない。とにかくもう私だって傍観者でなく当事者なのだ。先が無関係じゃないのはもう分かってるわ。そう、最初から。その返答は私にとっては意外なものだった。最初っていつの最初から。それはミスズは答えない。ただひどく険しい表情でじっと地面を見つめていた。よーし、取り返した。分かったわ、全て話すわ。しばらく考え込み、そして私の追求に根負けしてか、ミスズは両手を挙げた。先にこの話を黙ったままでいたんじゃ私がきっと耐えられないわ。ミスズ、ありがとう。でも2回謝らされたのは忘れてねえけどな。その恨みはよ、2回も謝らせやがって。大きくため息をついて、しばらくミスズは宙を眺めていた。俺のターンだったのに。話せばとてもバカバカしい話よ。そんなの誰も信じるわけもない。だから
これまで口にする気すら起こらなかったわ。そう、要はオカルト話よ。それでも聞きたい？オカルト大好き。ミスズがオカルトの話をする、そんなのは少し前まで考えもしなかった。しかし私はもうそんな話をバカにはしないし、そもそもバカにしてたのはミスズでしょ。ええ、オカルトなんてありえない、ありもしない話を平気で信じてる人が作り出した勝手な思い込みよ。そんなバカバカしいものを信じて、彼女は、はるかはそれを信じたのね。くだらない変なおまじないよ。おまじない、おまじない、ありふれた話よ。どうってことない、どこにでもある平凡でくだらない、こんなものを信じる方がそもそもどうかしてるわ。平凡だっけこれ、凡庸でいいんだっけ。ちょっと待って、おまじないなんかで人が死ぬの？だから言ったでしょ、バカバカしいって。凡庸だよね。ありがとう。話すべきかどうか何度かの逡巡の後、ミスズはようやく過去の話を語り出した。はるかと私とは中学時代とても仲が良かったの。お互い両親と不仲だったり孤立しがちだったり似通ったところがあったからね。孤立しがちといっても少なからず周囲に友人はいたわ。私はともかく、はるかは外面だけはいい社交的な子だったし、寂しがり屋だったから。ある時クラスでキューピッドさんってのが流行ったの。知ってる？シャープペンシルでやる高齢術。キューピッドさん知らないな。コックリさんは知ってる。コックリさんを女の子向けにあしらったようなものね。あ、聞いたことある。俺合ってるじゃん、じゃあ。二人でコックリさんやったんじゃないのって言ったよね。合ってるー。おめえたちか、原因は。おめえらか、犯人は。とんでもねえ野郎だな。あいうえお一覧の上に、数字とはい、いいえと取り、そのコックリさんの、記法形式を洋風に垢抜けさせたもの。はい、いいえは、イエス、ノー。取り入はハートに。はあ、まんまじゃん。要は完全にコックリさんと同一のものだ。めすぎり。私はもちろんそんなものをバカにしてたわ。でもはるかはある日、私に一緒にキューピッドさんをやろうって持ちかけて。すごい、 100% 当たっている。そんなバカなものやりたくもない、やるなら一人でやりなさいって散々断ったのに、結局根負けして一緒にやることになったの。予言的中である。というか、そもそも現実主義者のミスズがそんなものをやっていたのが信じられない。かわいいじゃん。今すごいあれなのに、目つきが鋭くなったよね、今のミスズちゃんは。ミスズさんは、私たちは思春期にありがちな恋愛に関するつまらない質問を繰り返していたの。そもそもキューピッドさんなんて 100% そんな話をね。バツバツくんの好きな人は誰ですか？まるまるくんは将来誰と付き合っていますか？そう、とっても他愛のない質問。私だってそんなバカなもの当時から信じてもいなかった。ただはるかとしぶしぶ付き合わされてただけだから、やっててだんだんしらけてきたのも事実よ。だからその時私は何気なくはるかに言ったの。ねえ、これって実ははるかが動かしてるんでしょって。ミスズらしいといえばミスズらしい、とはいえそれは少しドキリとする。そもそもそれはキューピッドさんの存在を疑うような発言だ。中学でめっちゃ流行ったけど、キューピッドさんやった人みんな大怪我とか不幸な目にあったことがあって、学校から禁止されたの？マジそれ、そのエピソード、まあ怖すぎん。ちょっとコックリさんの類でもそうだけど、そんな質問するのってやってる最中にはタブー中のタブーじゃないの。そうね、はるかもそう言って咎めたけど、私はしつこくそんな話を繰り返したの。高齢術といってもダウジングの一種よね、これも。つまり、いじる側の意思でいくらでも結果は操作できる。もし操っているのつもりがないとしても、深く近道で意図する通りの動きだってできるはずだって。昔からあなたってへりくつな子だったのね。そんな感じで私が延々からかって、はるかが頬を膨らませて、それもおかしかった。でもやがてそれにやって飽きてくるわ。じゃあそろそろ終わりにしようって、キューピッドさんお帰りください。中央のハートにお戻りください。と言ったけど、シャープペンシルはピクリとも動かない。そう、戻らなかったの。キューピッドさん来て帰らなかった。マジか。はぁ、あ。コックリさんにカッコつけて10円盗んでいく人がいて禁止になった。10円泥棒のせいでコックリさんが禁止に。そのエピソードも、まあそれってしょっぱい事件ですね。すごい、私だって
自力でどうにか動かそうとしてみた。でもガンとして動かない。はるかが意地悪で固定してるのかと思ったけど、表情を見るとそうでもないみたいで、どこまで本気なんだろう。演技？そうまでして私を騙したいの？っておかしいと同時に腹も立ってきたわ。そうこうしているうちにまた勝手にシャープペンシルが動き出したの。キューピッドさん激おこであるよ。イスザブルブルと肩を震わせる。信じられなかった。私は必死でシャープペンシルを握って今度は動かないように頑張ったのに、スルスルと動いて、はるかも青い顔で首を振っていて、どこまで白を切るの？とはるかを睨んだら、ゆっくりと芯が文字を指していくの。最初はこ、次はん、ど、は、今度は。示した文字は文章の形を作っていたわ。今度はこっちの番だ。笑っちゃうでしょ。こっちの番だ。こわー。単性だったの？こっくりさん、キューピッドさんって単性だったの？単性バトルだった。マジか。ずっと俺のターンだと思ってたのに。そんなバカなことあるわけないじゃない。非科学的っていうか、そもそも幼稚すぎるわ。絶対にそれははるかのいたずらだって、そう信じて。いや、どうだろうか。おそらくその時点でも、ミスズだって本当はそれをはるかさんのせいだとは信じきっていなかったかも。どんだけ力強いねん、はるかちゃん。それでもシャープペンシルは止まらない。次に示した文字が。そこで言葉を切り、ミスズは何か迷うような表情をしていた。信じられる？信じられっこないわ。こんなバカなこと。キューピッドさんはこうつけたの。皆殺し。命をよこせ。え？どちらかを連れて行く。どちらかを？こっくりさん系の階段の定番じゃない。それこそくだらない都市伝説の、思わず笑いが漏れたわ。はは、なんだろう？それ、幼稚にも程があるわ。お帰りください。お帰りくださいって、はるかは必死で唱えてたわ。帰らない。居座りキューピッド。キューピッドさんそう告げた。帰れよ。誰が面倒見んだよ。確かに、ありふれた話で、どこでも聞く会議だ。それでもそんな状態に出くわしたなら、さすがに私でも背筋にゾクッとくるだろう。なんで帰らない？誰が面倒見るの？はるかは完全にパニック状態で、顔も青ざめてて、じゃあ私たちのどちらかが命を差し出さないといけない？そんなバカな話に乗るわけもないでしょ？ただっこ。やだ、帰らない。キューピッド帰らない。友情を取るか自分を取るか選べ、みたいな。周りくどい手よね。だから私言ってやったの。それは私たちどっちかじゃないとダメなのって。差し出したー。こっくりさん、いや、キューピッドさん相手に駆け引き？いくらミスとはいえ、大した胆力の女子中学生だ。いや、しらわないと。もっとも本人は、はるかさんのいたずらだと、そう見当をつけていたからかもしれない。半信半疑であっても、義の方が勝っている子だったのだろう。うん。何が狙いなの？何が欲しいの？って聞いたのよ。そしたら、友達の命ですって、馬鹿げてる。紐かよ。どうせいたずらだわ。迫真の演技だけど、そうやって、はるかが私に一杯食わせようとしてるだけよ。どんだけ疑り深いんだよ。はるかちゃんのこと一切信じてないんだな。いくらなんでも、出来すぎてる。私はそう思ったの。じゃあ私たち以外だったらいいよ。友達の友達ならどう？私にしてみたら、トンチを聞かせたつもりだったのね。だったのね。その言葉を聞いたキューピッドさんはしばらく沈黙したの。考えてる？熟考。キューピッドさんお帰りください。帰ったの？そうはるかは震え声で口にして、何をバカなことをって、私はシャープペンシルを固く握ったままでいた。このことは誰にも言いません。だからどうか帰って。ってはるかは涙声で懇願して、そしてイエスって初めて帰る意思を示した。おー、帰る帰る、帰れ帰れ。はるかは胸を撫で下ろして、私は笑い飛ばした。はるかのそれ仕込みでしょ？私を怖がらせようと思って。そんなのに引っかからないから。って。それでどうなったの？答えず、ミスズは黙って目を閉じた。それが原因で中学校の修学旅行で、あれか、転覆したのか。新幹線だっけ？電車だったっけ？数分間はそのままでいた。私も黙って、彼女が再び口を開くのを待った。その翌日、私たちの共通の友人が全員死んだわ。心停止だった。全員全員。これあれだよね。修学旅行の前だよね、これ。重い口を開き、ミスザスを吐き捨てるように呟いた。早速すぎる。それ、
何かを口に仕掛けて途切らせたまま、さすがに私も何も言えなかった。確かにそれは全く信じられないような話。しかしそれがすでに事実であることを、事実になってしまったことを私は知っていた。持ってきすぎじゃない？強欲だよ、強欲キューピッド。それからよ、定期的に私たちの周りではどんどん人が死んでいったろ。大半は心停止か不可解な事故死よ。事故死でも OK なんだ、転覆だもんね。はるかがすっかりパニックになっちゃって、私の不用意な提案が忠実に実行されているってどうするのって泣きわめいて。冗談じゃないわ、事故は事故、偶然は偶然よ。そんなのは非科学的でくだらない。そんなのは偶然だと考える方がむしろ難しいわね。偶然は偶然よ。たとえ天文学的な数字の確率になろうとも、サイコロで6の目だけが永遠でき続けることだってないわけじゃないわ。そんなの大抵イカサマですよ。でもそんな状態ならすでにオカルトと呼んで差し支えないと思う。そうね。でも私は絶対にそんなものを認めたくないの。現実主義もここまで来ると立派だ。いや、過去にこんな経験があったからこそ、美鈴はここまで現実主義者になったのだろう。認めたくはないけど、でも私たちと仲の良かったものが一瞬でみんな死んで、一瞬。それから私たちはもう絶対に誰かと仲良くなろうなんて思わないって誓ったの。だけど、あー、そうか、だから私のこと友達じゃないって言ったの。あとはわかるわよね、あの子は。それでも寂しさから何人とも、それで何人も、いえ、因果関係はわからないわ。本当に本当にわからないの？あなただったら絶対に、たとえ原理がわからなくても法則性とか調べているはずでしょ。統計学的に考えてもおかしいだろう。目耳を塞ぎ、オカルトは信じないとわめき騒ごうとも、目の前の真実、事実が変わらないなら認めもするはず。周期表とか分布図は確かに作ったわ。作ってる。どう考えても腑に落ちないから。一時はあの子が何らかの完全犯罪でも行ってるんじゃないかって疑いもしたわ。そうでも思わないと納得できないでしょ、これ。でも当然そんなわけない。毒物も凶器も出ないし、外因もない。完全な心停止。それが何度も、何人もよ。ミスズはブルブルと震える。どれだけそれを否定したくても、受け入れがたくても、起きている事実は変わらない。それを見続けてきたのだろう。さっき俺も死んだしな。俺たちも。最初に私たちの友人が即座に一斉に死んで、そして私は誰も友人なんて作らないでいた。でもあの子は。作りまくったと。友達になりましょう。私と友達になりましょう。確か他にも後日旧友や教師がお亡くなりになっていたわね。相談したり出会ったりしたようよ。そして死んだわ。即日じゃなく、その時はある程度の日数がかかったようだけど、じわじわと友達になったの。遅行性の友達。なるほど。高校になってもあの子はそれを止められなかった。あれほど不仲だった両親とも和解して、そして間もなくあの子の両親は死んだのよ。家族とも友達。さすがに何も言えない。もうダメじゃん、そんなの。さっきから何を黙ってるのよ。因果関係？あるわけないじゃない。信じてない。まだそれを言い続けられるの？ミスズは。日数を測ったり表を作ったりしても。当たり前じゃない。ありえなくても、なぜか確実に。その不幸な偶然は続くんだから。対策するなって言う方が無理でしょ。信じてなくても。何も言えねえよ。だからミスズはずっと一匹狼みたいでいたのね。見るものすべてに噛みついていたのね。狂犬だよ、狂犬。わかる。どうにもできない。意味もわからない。対処もできない。理由も不明。そんなものを相手に人が死ぬのを指をくわえて見てなきゃならない気持ち。もうコリコリよ。うんざりだわ、こんなバカな話。わかるってばよ。ミスズの悲痛な絶叫が夜道にこだまする。私はどう言っていいのかわからなかった。その時だった。ミスズの携帯電話が鳴った。誰？ちょっと待って。何か連絡が。ミスズがポケットから携帯電話を取り出す。不機嫌そうに液晶画面を眺めていた彼女の表情が一瞬で曇る。何よこれ。携帯電話を握るミスズの手が震えている。どうしたの？わあ、文字化け電話だ。はてなってなんだ。私も横からその画面を見る。そこにはあの時、はるかさんに見せてもらったものと同じ文字化けの件名と差出人が並んでいた。なんだのこれって。
また何度も何も、どれだけ迷惑メールに指定しても何でまた届くの。待って、ミスズ、このメールっていつから。覚えてないわよ、つい最近。何これ。え、あの不気味なノイズ、もしくはうめき声だ。録音電話をもう再生もしてないのに、ミスズの携帯から突然それが流れ出す。ああ、どういうことよ、なんなの一体。やべ、死ぬ。まずい、これではハルカさんと一緒だ。どうしてミスズまで。そもそも最近恒常的に届いてるとかでもないの。何がきっかけで。ハルカさんも数日前からとか言っていた。中学時代からの因縁の何かじゃなかったの。きっと何か法則が。それってなんなの。アザラシみたい。誰にも言いません。それを破ったから、ハルカさんは私に携帯を見せて、ミスズも携帯を見せること。そんな単純なことなの。いや、きっとそれだけじゃない。友達になったからとかじゃないの。わあ、もやが。友達の友達だからか。そういうこと。シュルシュルと何か黒いもやのようなものが周囲を立ち込めていた。いや、周囲ではない。ミスズの体の周りだ。黒いもやがミスズにまとわりついてくる。何よこれ。冗談はやめて。なんだろう、どうしよう。待って、応援を呼ぶ。もやを払いのける。もや払いのけたら死ぬかな。もやを払いのける。どうだ、ここで勇気残ってなかったら死ぬんじゃないか。私はミスズの体にまとわりついてもやを必死で払う。しかし無惨することもなく、それは粘るようにミスズの体をにじり這うように広がっていく。ですよね。どうなっているの。 そんなバカなことってあるわけないわ。これは幻覚。そう、集団幻覚よ。幻覚、これが。黒いもやがどんどんと広がり、完全にミスズの顔を覆った。ミスズ、ミスズ、息できない。私は必死でミスズの顔を覆う黒いもやを払おうとする。しかしもやは指をすり抜け、何の手応えもない。そう、このもやには実体がない。課長と風森さん、何やってんの。ガッ、何これ、サムネイル。うわー、サキちゃん顔変わ、サキちゃん、これサキちゃん。サキちゃん髪型こんなのだったっけ。あれ、内なるサキちゃん。もはやミスズだけじゃない、私の腕にもそれがスルスルと私の腕を、肩を、そして首筋にまで登ってくる。一気に来たー。あの声だ。もやの中からあの声が響く。地の底からのうめき声のような、あの不気味な声。ミスズ。あ、おい、ハンジョー、人の心配してる場合か。おい、慌てて勝森さんたちも駆け寄ってくる。しかし、もやが私の顔まで。息ができない。え、死んだ。お、黒いもやで閉ざされた視界の中で、私もそれをはっきりと認識できた。黒いもや、その中に幾多ものうごめく顔、不気味な顔、そして細い腕、おぞましい顔の、あの心霊写真の形相が何百何千となく一斉に私を睨む。瞬時に体中のすべての体毛が一瞬で白髪にでもなったような悪寒が走る。白髪。風森さんたちの声ももはや遠く、くぐもった音にしか聞こえない。遠くでミスズの悲鳴が聞こえたような気がした。断末魔の叫びだったのかもしれない。そして私は、うわー、そのうめき声は呪い、怨嗟、お前の命をよこせと、幾多もの何かが一斉に私へと黒い憎悪を向けている。私はこのまま死ぬのだろう、それを自覚した。やっぱ即座に応援呼ばないと死ぬのか。なるほどね。ちょっと死にそうなやつ選んじゃった。エンドナンバー16、黒いもやが這う D だ。 D ばっかじゃん。はぁ、あ、いや、突然顔変わる。これ全然違うよね。こう、俺が知ってるサキちゃんと違う。まあ、多分作画監督さん違うんでしょうね。うわぁ、もやっちゃ。俺の知ってるサキちゃんと違う。これか。応援呼びまーす。じゃないと死ぬんで。